平和と経済が、まあ、言ってみればデカップリングを始めてきているのではないかと、まあ、いう非常に強い危惧を私は抱いております。官とですね、公の政府と民間企業が連携する形で、仕組み作り、個別のビジネスモデルの構築、これを総合的に取り組んでいく。我々はどちらにも完全にはなれない。そんな中でどうやってそれぞれの意思疎通の齟齬をですね、翻訳してあげるかっていうことが大事だと思うんですね。こういった社会の中で大事な観点って何かというと、やっぱり平等よりも公平という観点なんじゃないかなと。短期的なですね、自分だけの利益を追求するということは、それは決して真の意味での自分の利益を追求することにはならないと。